ルくんって優しいんだね。トゥンク。いや、いらんの。乾きすぎだろ。私とニュートラ使ってあげるよ。なんだかね。なんかな。なんだかね。こんなに優しいことしたの。回収して、起こして、ダッシュ蓋まで炊いて。なあ。トゥンク。ときめきでしかないよ、こんな。トゥンクトゥンク。ジムトゥンクやめて。トゥンクトゥンク。はいはい、トゥンクトゥンク。はいはい、トゥンクトゥンク。はいはい。ギムギムしすぎるでしょ。ちょっと、わかりやすかった。うまくやらなきゃ。今やぞ。まあまあまあ、65点をあげましょう。100点のトゥンク、気になるわ。なんか立ち話なのおるやん。キルログに。ほんとだ。ねえ。じゃあこっちのは偽物ってこと？まあそうやね。本物とは書いてないしな。フルネームだしな、あっち。戦って勝った方が本物か、割と。まあ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 。二人ともアークやってた？うん。やってたよ。そうち、大阪行くときね、釈迦さん妊娠ってやつ見たんだよ。釈迦さん妊娠してたね。もうびっくりしたよ。おめでとうございます。元気な赤ちゃんですよ。マジか。人生ゲームや。あれ、何一つ間違ってないのが怖いんだよな。ね、偉大な妊娠もあったしな。偉大な妊娠。偉大な妊娠。うちのヤクモベニさんも妊娠してました。あ、なんかね、釈迦妊娠より薬も便に妊娠の方が自負だな。危険性はあるよな、ね、インパクトは釈迦妊娠だけど危険なのはそちらやね。薬も便に妊娠、普通に喜んでる人もいます。しかも、うっかり妊娠しちゃったからな、薬も便に関しては。うっかりやめてました。うっかりなんだよ。するつもりはなかったんだから、彼女は。授かりかな。ひなの明日妊娠。してない。いらんのしてない。してないっすね。あの3人しかしてないから。嬉しそうなの何なんだマジで。いや。お前終わってるわマジで。いや、なんでだよ。なんでか。すごい嬉しそうだよ。自分で考えろ。船さんは大阪何しに行ったの？え、遊びに。いいな。海外なのにマンネリ化しちゃって。なんか。なんかやだなーって、ちょっとないとこ行ってみようって、ちょっと遊んできた。大阪の USJ とか、うん、USJ いいね。海遊館っていう水族館とか。うわ、海遊館もいいね。え、ガチでよかった。あと京都も行ってたよ。京都も行ったらめっちゃいいじゃん、ね、京都行ったけど、なんか、ま、どっか見てきたってわけではなくて温泉行ってきた、はいはい、え、いいなー。露天風呂で温泉楽しんできた。フルコース。めっちゃ良かった。そう、満喫してきた。いいなぁ。旅行行って。いや、最高。ジャパンは素晴らしいです。なんか。ありがとうございます。急になんか海外の人みたいなこと言うじゃん。いや、そうなんだけど、ね、なんか。いや、海外です。いや、そうなんだけどさ。急にね。そうなんだけど、なんか違うんだよなぁ。なんかね。なんか違うんだよな。そうなんだけど、なんか違う。太陽感じたわ、今。ジャパニーズ最高ですみたいな感じだったけど、なんか違うんだよな。なんかそういうキャラ付けしに行ってないとか。そういうのじゃないんだよな。いや、思ったこと言っただけよ。違和感すごかったな今。温泉いいな。え、めっちゃ良かった。露天風呂えぐい。露天風呂ってマジでいいよな。そう、でもうち温泉入るときさ、人いないとき行きたいからさ。あー、わかる。ちょっとマジで空気を見せる。この時間帯だったらマジで誰もいないんじゃねって思いながら。朝がいいな。もう朝4時、朝方とかマジで大好き。あ、わかる。めっちゃいいわ。え、やってみたい。夜中とか行ったことあるけど、まあ夜中もいい。温泉なんか旅館とか行ったら絶対2回は入りたいな、マジで。1回だともなんかもったいないよね、うん、もったいない。夜と朝。あ、でも朝入ったわ。朝っていうね、朝方がいいんだよな。なんか疲れがね、ぶっ飛ぶ。あの、日本行くとね、毎回褒められるから気持ちいいよな。あ、日本語がお上手で。いやいや。いやいや、うぜえな、なんか。いやいや、わら。うぜえ、マジで今の。自己肯定感。いやいや。いや、自己肯定感上がるよ。私って、うまいのかもって。
まあうまい、本当にうまいけどうぜえな、なんかなんかうぜえな言われに来てるもんな、完全に遠慮するの苦手っていうか上手じゃないからさ、もういやいやとか言ってもうざがられること多くて、もちありがとうございますしか言えなかった最近違うんだな、ツアのな、いやいやがなんかな、なんかわらついてんだよな、ボビーに半島ついてるよね、いやいや、なんかいやいやなんかついてんだよな、あげるよ、ありがとう、やめろ、いいよ、え、ありがとう、やめろ、こんなに可愛いのに、はぁ、ライトはもう発見、なんかそんなほら風に言われると、いやトゥンクすんな歯抜け柴原可愛いでしょ、全然可愛くない、マジか、変わってんね、おい、なんかそうやって言われるとなんかもしかしたら可愛いんじゃないかって錯覚するのが怖いよね本当は可愛かったのかってなる、ちなみにコメランの反応はどうなん、尖って必勝ぐらいかなまあセンスがないかな、これは見る目ないんだ、みんな浅い、見る目がない、分かってない、はい、否定するのは簡単だから、やっぱり何事も、はい、人を肯定する強さを持とうよ、すごい可愛いでしょ、可愛い、うん、でしょ、すごい可愛い、よろしい、めっちゃ可愛い、本当にいいよ、今君たち人間として成長してる、いや、もう可愛すぎ、うい、可愛すぎて潰したい怖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 い、たまにない、可愛すぎるな、潰したくなる、わかんない、わかんない、キュートアグレッションね、何それあんの、ちゃんと名前が、そうキュートアグレッションってのがあるのよ、可愛すぎて潰したい、なんか潰したいとか殴りたいとか、ぐちゃぐちゃにしたいみたいな怖すぎ、あるよな、私は一時期篠宮にそれを覚えてたよ、かわいすぎて潰したかった、うん、殴りてーなーって、この後輩かわいいな、潰して殴りてえなーと思ってたよ困る、怖いなー、なんか人間ってなんか業が深い生き物なんだな、うん、いろいろありますからね、うん、あ、固めてる、あれハムスター怖いんよな、潰しそうで、そう、なんか小さすぎてさ怖いんよな、触れない、おトイレだよ、おトイレだよ、あげんよなんでんしょ、ふにゃふにゃしてる、一応寝起きだからな、今、そうだよ、君たちみんな寝起き二人とも、いや、うん、俺は寝起きじゃないけど、あのお風呂をね、うん、あお風呂上がりのその、なるほどね、ちょっと待って、俺変なとこで配信つけた、どこ、元の Twitch かな、なんでやねなんで配信何年やってると思ってる、何年やってますか、いや4年一応やってますけど、クソジャッコでクソマジで、ね、なんかギャルっぽくなってない、あー何マジでなんかギャルになってない、ちょっと動画のリンク複写してた OBS にマジで、はぁ、マジかよ、見てない間にギャルになってた、え、配信どうやってつけるっけ、あ、これだ、そうだよ、あー、はい、できましたと、はい、よくできました、はい、よくできました、はい、よくできたと、エーペックスやったっけ、やってなくない、なんか一回エペ祭りかなんかで一緒に通話、うん、そうやな、エーペックスは多分やってないな、やってたっけ、やってたっけはいやね、ちょっと待って、やってたっけ、まあそういうことにしておいて、まあ久しぶりの変わらないから、まあ、そうだよな、今日はどうぞよろしくお願いしますと、あ、お願いします、まあラスは魔王って呼ばれてるやつの腕前ちょっと見てみようかなってみんなまあどんなもん、うん、ラスにさ、ラスと DM しててさ、何時からできるの、できるみたいな、私さ普通に漢字でさ何時って送っちゃってさ、あ、やべえって思ってさ、うん、なひらがなに直そうと思ったらさなんか時間送られてきてさラス漢字読めるようになってるんやと思ってビビったんよな、マジで
いやいやそのぐらいは読めるよ。読めるのすげえよ。日常会話で結構使うやつはね。いやマジで偉い。いや結構ね自分ながら偉いと思ってはいる。いや偉いよ。天才だと時々思っちゃう。天才だよ。いやそんな褒めんな甘えるから俺。もう勉強しなくていいやんと思うじゃうからマジで褒めるのやめて。じゃあ勉強しろ。じゃあ勉強しろ。そんな厳しく言うのもやめて。なんやねわがままだな。わがままやな。日本でさ、うん、マジでこれ美味しいってもの何？いやあれなんだっけ、うどんと、うん、牛カツ結構好きなんよね俺。牛カツも美味しいよな。牛カツとあの豚汁。豚汁か。知ってる？知ってるよ。美味しくない？豚汁言ってくると初めて見たかも。いや俺ね渋くない？豚汁結構好きなんだよね。うちなんだろうな。おじさんっぽい？ちょっとおじさんっぽいかも。ちょっとやめて。でもいいじゃん。私も好きだよ。豚汁マジであの、まあ、韓国料理にもなんかちょっとぐらい似てるやつあるじゃん。あるあるある。まあ似てるけどでも、まうん、まあ違うからその味とは。そこでなんか魅力感じるやなって思う。うち肉じゃがが好き。食べたことある？肉じゃが。いやそれだいぶ日本人っぽいよね。今の肉じゃが好きは。肉じゃが美味しくない？あ美味しいよ。あでもまあ豚汁も同じか。うん肉じゃがと豚汁。いいじゃんめっちゃ。なんかお店じゃあんまり見ないんだよな肉じゃが。専門店がないみたいな。そうそう、まあ、さ、まあ、そこまでもサイドって感じ。食べ物ありしたらマジでお腹すいくよな。えラスって辛いもん苦手だっけ？得意？いや多分普通だと思うよ。あのブルダコボック麺食べるぐらいだから普通かな。あれが普通なんかな。いや普通じゃないそれ食べれるから。なんでこの二人は日本語で会話してるんだろう。俺らには普通じゃない？マックの月見バーガーが美味しいならモスの月見バーガー食べてみ。モスバーガー。あモスね。いやモス一回も食べたことないんだよね。モスバーガーの月見もやばいらしい。モスねなんか見たことあるんだけどめっちゃあれじゃない？健康的な形してる。野菜が結構多いね。うん健康的な形してない？美味しいよ。野菜入ってないやつもない？あった今の。あるかな。いつもそれ。あでも俺言って野菜いる方が好きだよ。野菜は食べなきゃダメよ。野菜ある方が好きだよ。えらい。すなちゃんは偉くない。なんでだよ。玉ねぎ食べれるもん。ひなら食べれないでしょ。そうだよ。じゃあいけるもん。玉ねぎ以外は全部食べれるもん。うちナスビいけるもん。何の戦いしてるのお前ら。玉ねぎぐらい普通に食べるべきやろ。玉ねぎダメ。そうだよな。入っちゃう。え、玉ねぎできないの？うん。玉ねぎめっちゃ苦手。あれアレルギーとかじゃなくて？うん、もう味とか匂いとかも全部ダメ。入っちゃう普通に。あ、本当に？本当にダメ。あ、そうなんだ。そうなのよ。へえ、ガキやな。ブロッコリーやな。でも玉ねぎ以外は全部食べれるよ野菜。大好きよ。俺ね、トマト苦手。ハイガキハイガキハイガキブロッコリーがダメなんやなんで？ブロッコリーね吐くうちひなの玉ねぎ緑すぎるのかな。いやなんかね食感が無理。あー俺トマトの食感が無理。味も無理。トマトはうちも嫌い。結構ブロッコリー嫌いな人さ、うん、トマトセットに嫌いなんだよね。へー俺もなんか最初ブロッコリー嫌いだったんだけど、うん、あの小学生中学生の時無理やり食べさせたら結構嫌いになるイメージはある。まあね食感がね本当に無理なんやな。でも意外といるよなブロッコリー苦手って人。ブロッコリーチーカーも無理だったよ。ブロッコリーチーカー、うん、チーカーもねブロッコリー嫌がってたよアニメで。あそうなんだ。そうでもマヨネーズつけて食べてた。かわいい。チーカーアニメ見るんだ。あまあアニメ。俺見るよ。あのおまあ朝かと鳥ごつ焼けたパンにパスタ塗り塗り。ねえ。キモい。キモい。
いすぎだろ、つなどんだけ受けてんだよ。いや、もうやめて。じゃあデスマッチいくよ、うん、チームじゃなくてデスマッチ、チームチーデスの方がこっち、あ、うん、チームもいいよ。じゃあチームでいくよ、うん、チームでやったー、バナナントだ、やったやった、フルパ最高、フルパ最高、5000年ぶりだ。ネプさんも最後にやったのいつですか、フルパでですか。いや、もうバロ自体がバロ自体は、うん、4日前ですね。あ、そうなんだ、無理やな、無理やな、まあ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 、まあ、ご立派、まあ、ご立派、なんか違うね、練習するのはすごくいいこと。いやじゃやってるだけで褒めてもらえるんだ、ご立派、ちょろすぎる、うん、よいしょ。ちょっと配信台でやったけど、もう一回はじめまして、ラプ様。え、あ、いや、苦しゅうないいいなぁ、総帥だからな、本物だ。カツしてよ、なんだ、割愛してよ、割愛、今日も割つこ、割つもくね、割愛しちゃダメなのね、割つもくね、もう終わるやん。やりますか、一応やってやって、いや、あれ、ひまわりさんにやらせた後から誰にもやってもらえてないけど、対戦を確認、お題が勝つ目標って言ったら、イエスマイダークって言わせるってやつをやってるんだけど、え、やりたい、あ、やりたい、やりたい、やりたい、誰もやってくれないのにやりたいって言ってくれる、やりたい、イエス勝つ愛、カツモクっていうのこっちね、しかもじゃあいきますよ、イエスマイダークネス、あ、イエスマイダークネス、ダークネス長いな、イエスマイダークでいいの、イエスマイダーク、あ、そうそうそう、okay. こんな長いか、いきますよ、じゃあカツモクせよ、イエスマイダーク、ちょっと迷いがあったでしょ、大丈夫かな、ちょっと合わせるの自信なかった今そうだ、長いっすね、ちょっと長くないでしょ、別に、いや、まだね、やったー、言ってもらったー、嬉しい、うん、感謝感謝、微妙な空気になるまでがあれだし、セットセットだから、あ、なるほどね、そうなんだ、楽しんじゃった、この活目を、うん、初めてだよ、紫いいな、ダイヤ一番この色が好きだわ、もうここに一生いたい汗の方が好きだな、色、緑だし、緑好きなの、緑好き、自分紫だけどからそうだよね、緑がいい、紫まで行こう、いや、行けますね、まね、行けるかな、行ける行ける、シルバーだよ、噂で聞く、ラップ様上手いってバカがそんなわけあるかいいね、やばい、全然だよ、でもこの前の時めっちゃキャリーしてもらった気がする、何言ってんのじゃあキャリーしてもらうってやったんだよね、今日みんなピックどんな感じなの、 あ大丈夫だ、あのひまちゃんがねデュエリストしてくれる、あ、そうだね、デュエが来たらうちのヘッポコレーズいける、変われる全然、え、ひまちゃんってさジェット以外何使うの、あ、最近はね、うん、誰だっけ、ロータス、帽子男、帽子男、帽子男、いや、あ、サイファー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 、帽子男、結構いるけどな、俺のサイファー様を帽子男と言うな、帽子男って何、さあでは本日やっていきますのはこちら、エーペックスレジェンズ、まだ出てないね、そうだね、また出てこない、こいつ寝てる、まあ、出てこい、ボケ、よし、出てボケやめてはい、開始しました、お待たせしました、はい、レッツゴー、はい、ランクリーグ本日ワールフェッチとなっております、よろしくお願いします、やったー、わーい、ワールフェッチだー、やばー、めっちゃ楽しみ、久しぶりにワールフェッチ、いっちゃんいいぞ、ワールフェッチが最高や、ヨーグルト食べてる、ヨーコロ食べてるヨーグルトヨーグルトね、うん、うん、おいしい、うん、うん、よかったね、そ
最高や最高や、うん、ねえ、てか待って、本当に時間おかしいな。まあ、でも考えようじゃないそれって。いや、めっちゃ健康的って考えることもできん。できません、うん、できないか、そういうとこやで、ダメなのは。は、何でもやっぱプラスに捉えないと。黙れごめんなさいすいませんでした。じゃあ本日の会話ガチャいきたいと思います。何会話ガチャって、トークテーマガチャという、ね、ものがありまして、え、何それ、はい、それを回してね、本日のトークテーマを決めていきたいと思うんですけれども、では本日のガチャを回しました。タイムスリップして何かをやり直せるならということで、はい、皆さんはタイムスリップしてやり直したいことは何ですか。なんだろう。じゃあタイムスリップできたとして、うん、VTuber をやります。やる、やらない、やらないな、分かれたま、やりません、絶対に、絶対にやりません。なんで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 、なんで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 、やろうよ。やんないかな。何がやりたい。じゃあ VTuber でない人生、なんか普通に生活したい。ああ、まあ、まあやっぱないものねだりだからね、人間は、ね、そうだね、ないものねだりたくなるよね、そこはねだりたくなるのは分かる。分かんない、なんかまあ別に分かんない、やってるのかもしれないけど、どうなの、今とは違う形にしたりする、それこそ。いやー、まあそんなこともない気もする。何なんだよ、わかんない、難しいな。なんかじゃあれだな、仕事、タイムスリープできるんだったら、なんかどっか就職して社会人として生活をしてから VTuber になりたい。あ、経験を重ねてからやりたい、やりたかった。はい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 、まあ、配信者で社会人経験ある人案外少ない。まあ少ないね。いや、なんかね、どうなんだろう、まあでも少ないか、少ないよね。少ないでしょう。しとけばよかった。今からやればみんなバイトしよう。いや、もういいよ、私もう結構働いたしたまに妄想するんだよね、アルバイトしてる自分の妄想。キモ。なんで、なんでコンビニでバイトしてたんじゃないんですか。コンビニでバイトする妄想して何が悪い。いや、してたんじゃないんですか。いや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 、あえて今よ。逆にね、してた云々じゃなくて今した場合よ。すごい気軽にさ、なんか週に1回ぐらい、まあ、なんかいるなみたいな。私結構普通に、普通に私働いてたし、普通にバイトも結構したことあるから、別になんかもう今更いいな。あ、結構いろんなお仕事したから、なんか別にいいな、もうもうええか、もう普通にもう不労所得で生きていきたいもん。はー、なんでこんな時間でエーペックスやってんだろうなって。僕らと遊ぶのが楽しいから。いや、いや、マジか。いやは嘘だけど、いやは嘘だけど、嘘だよ。もう渋谷春さんがもうどうしてもってもう土下座してきたからな。もうどうしても、あの渋谷春さんがもうどうしても、はい、頭を下げてね、靴も舐めて、もう舐めてありがとう、ふなふなぴのために舐めてきたよ、たくさん靴ありがとう、嬉しい、たくさん舐めました、はい、お差し入れしましたけれども、綺麗な靴そうだよまだ終わすまだ終わす、マジか。新しいキルリーダーよ。ギリね。あー、ひなるの笑い声聞くと落ち着く。なに怖いの。最近ね、暇な時期減らるんだよ。いや、わかるよ。わかってあげられるよ。わかってくれる。いや、もう、活動者メンタルやられがち。何のために生きてるんだろうって。ねえ。何のために生まれて、ね、何をして、何をして、わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。そんなのは嫌だよね、やっぱり。では次のトークテーマガチャいきたいと思います。はい、恋人に求める絶対条件。うわ絶対条件、
はい、絶対条件です。いっぱい褒めてくれる人。おお、パッと出てくる。うん、自己肯定感上げてくれる人がいい、変わらず。まあそれはちょっとわかるな。マジで変わらずずっと自己肯定感を上げ続けてほしい。大条件ってむずいな。譲れないところよね、僕に言う。ここだけは譲れん。ハルさんは決まってるの？あるの？肌に当たる風、輝く太陽、最高だ。いや、むずいな。ここだけは譲れないか。いや、まあでも確かになんか、まあ、自己肯定感高めるってマジで結構それだな。高めてくれる人がいい。なんかずっと高めてほしい。僕はそうだな、自分への気遣いかな。己への。己とは？自分磨き的な。なんか可愛くあってほしい、やっぱり彼女は。はい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 。結局可愛いが正義。可愛いは正義。可愛いにも種類あるじゃんね。うん、あるね。あれだな。分かった。仕事してる人。ああ。なんか。その一言だけ聞くと、今までとんでもないクズとしか付き合ってこなかったのかなって。そんなことないけど。なんかそういう。じゃあそういうことじゃなくて。いやでもそうな、確かに私なんか結構このなんかその求める条件みたいなのは割と配信で話したりしてるけど、はい、確かになんかちょっと自立してる人がいいな。ああなるほどね。自立してる人がいいんだ。でも面倒見いいじゃんね。あプライベートでまで面倒見たくねえか。なんかその面倒見がいいっていうか別に何だろうな。でもその人のことを大事にしたいと思ってるから別にしてるだけであって、はい、なんか別に何だろうな、無理やりやってるわけじゃないしな。何だろうな、尊敬できるとこがある人がいいな。あーそれはめっちゃ大事か。それはね大事すぎる。一個でもね、なんか尊敬できるところがないと。なんか特に女の子から男の子へのそういう価値観の一つで大きいものな気がイメージはあるな、うん、その尊敬できるか否かみたいな。ちゃんとリスペクトができる関係だといいよね。これ来た、ドン。理想の家庭を教えて。理想の家庭？自分が結婚した時にってこと？いやまあ人それぞれですからね、結婚するしない。あ本当にもう自分の理想、ね、家庭言ったらでもまあ結婚前提のあれかな。うん、多分家庭だから。そっか。子供欲しいとか。何人欲しいとかってこと？うん、将来欲しい。犬も猫も飼いたいっていう。あ、理想があるかも。はい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 。いい。何人とか。何人？想像つかねえな。ここは想像つかないか。一人でゲームしてそうなんだよな。将来。やめてよ。理想なんだから。理想だよ。理想だから現実見ないよ一回。理想だよ。めちゃめちゃ暗かったって今。苦しかった今。一人じゃないよ。みんないるよ。仲間がいるよ。仲間はいるよいっぱい。マジで想像できん。どうなんだろうな。でも3人兄弟とかいいな。俺が3人兄弟で生まれてきたから。あ、なるほどね。男男男でいいね。あ、うちそれやわ。男男男だったわ。どこ？俺一番下。末っ子。俺真ん中だ。俺娘欲しいな。娘。俺無理。娘。やめてやめてやめて。同じもの洗わないで。え、そんな言われる？娘に。絶対言われるでしょ。もうその場合はダメだわ。お父さん、クッコさんにちょっと言われる。本当にメンタル言われる、そんな言われたら。もう絶対無理だ、そんな言われたら。あれって本当に言われんの？本当に言われんじゃない？あれ、漫画じゃないの？わかんねえ。言ってた？あれ、現実じゃないの？なんで娘がいいの？ヤコさん。多分死ぬほど溺愛するから。
溺愛した結果はおむれむれ鼻じゃ洗わないよ。まあもうそんなんなったら俺泣いちゃうよ本当に。本当に泣いちゃう。パパ無理、パパ無理だからもう。もう何でも買ってあげたい娘。何でも買っちゃいそうだよ。何でも買ってあげたい。俺マジで心配性だからさ。ああ。俺多分やばいと思うんだよな。ただ娘ができた場合、俺全部娘の彼氏とかも管理するよその場合。もうそんなそこら辺の変な男とは使えません。いやすぎない。心配性ではわかるな。でも、うん、マジで門限とかつけちゃいそうだもん。つけるでしょ。まあめっちゃ厳しい。何歳までつけるかじゃない。中学、高校までみたいな。高校までやねん。大学は大学もつけたいな。はあ。大学も大学。大学もつけたいよ。あ、お疲れ様です。ありがたい。あと1が。すごくありがたいです。行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもうコンペ回しても大丈夫ですか？どうぞ。はい。大学まで門限。まあその子の素行によるかもしれん。で素行悪かったら門限守らんよ。確かに。ね、その場合毎回俺が迎えに行くもん。怖いよ。もう何時何時で迎えに行く。言わないよ。やだよ。帰るよって。大きな子娘できた。まあお父さん無理マジで。マジで。マジマジマジ、マジ本当無理だから。絶対言われたら泣いちゃうよ本当に。絶対言われる。でも。強く制限するほどやっぱ反発するからね、やっぱ人間は。え、じゃあさ、子供ができるじゃん、例えば、うん、スマホ何歳から持たせる？うわぁむずくない？高校やん。高校？いやもう今いやでも、ね、今はもう小学生だよね。いや小学生はマジでやめてほしいわ。でも分かるな。YouTube とかみんなやめてほしいんだよな、もう。YouTube ダメなんだ。うん、テレビだけ見てほしい。YouTube のキッズチャンネルだったらよくない？日本キッズチャンネルマジでいい。でも今小学生でだいたいスマホ持ってんでしょ？持ってるらしいね。なんか怖いわ。ちょっと持たせらんないよね。中学はでもわかるわ。なんかそのソシャゲとか流行るでしょやっぱり。そういうの俺輪に入れなかったから携帯持ってなくて。そういうのはねわかる。持たせてあげる。持たせてあげたいくはなる。そういうことがあったら逆に中学とか持たせるな。連絡ちゃんとする前提でどっか出かけるとか、ね、だんだんしなくなってくるよ。そうしたらもう取り上げよ。誰が何やります？必ず見つけ出す。はい、いいっすね。いい、そこピック。ミミさん何やります？私は何年もリエ以外だったら、じゃあベーペーもらおう。あ、自分レイナできますよ。ってことは何が空いてる？これそばっているの？ここっていらないか。あ、いや、そば強いと思うよ。そば系用とかでもいいんじゃないの？なんかミミさん何あります？どっちでもいいですよ。ちょっとじゃあ K をやろうかな。わあ、どっち行こう。バイクの場所まで競争だね。 B 行こう。じゃあ A 行こう。見てみよう。これはブリンクインしてきたジェットを殺すは嫌。おー悪くない。これかかるな。これはこっち、うん、かかったやつをボコボコにします。こっからお願いします。いい位置だ。ショットしてる A メイン。いいナイスすんだ。入った。ナイス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 。設置。バイクを設置。まだいるまだいる。うわ、ごめん。あそこ。こことここ。カニカニいる。カニ。リロード中。こっち側毒、こっち側毒。毒入ってる、毒入ってる。弱体化。カニ。敵残り1名。カニ。あ、たま。わかった。カニ
なんか見るたびカニから出てくるやつ。3人カニから出てくる。カニね。うん、カニ、カニさんにいたからカニっていうことしかできんかった。じゃあトークテーマガチャ。きた。きちゃ。好きな人が友達と被った場合、あなたはどうしますか？ほう。好きな人が被った場合、まあでも一回告白するか。マジか。すごい。わかんないしね。付き合えるかそもそも。まあ確かに確かに。選ぶのは好きな人やもんな。俺諦めるな。いえ、それもそれですごい。これはもうだってね、しょうがない。正々堂々。勝負行くんですね。勝負やるっすね。男らしいんだな。男っすね。ではね、どうやって告白するんですか。聞きたい。どうやって、シチュエーション。殺しちゃおうかな。気になるな。気になるな。これはでもまあシンプルじゃないですか。シンプル？好きです、言って。乾いてたの今ちょっと。泣く。違う。いや可愛いなと思って。成人なんで普通に泣く。うんだ、うめえなる。シンプルなタイプね。シンプルじゃない。でポッポ諦める。バニラさんは？でも俺も行くかな。どうやって行く？どうやって行く？気になる。え、向こう？いやー、でも、俺もシンプルかな。いや、だって、シンプルって、中にもいろいろありますからね。うん、シンプルでも、シンプルですって言うんかって。気になってくださいじゃない？ああ言わないんですか、感情的な思い的な。好きですとかはないんだ。まあ伝わりますよそれで。そうやな。女の子からしたら言ってほしいけどな。買い物付き合ってください。ああね、確かにあるある。わかんない。確かに確かに。そうか、勉強になるな。諦めるっていう手段はでもなかなかないよな、何も言わずに。俺諦めちゃいそうよ。友達と話して被ってる、被ったってなるよね、まず一旦。好きな人被るってなる。その友達と話してから行く可能性あるな。その話し合い次第。ラレンくない好きって。そうだよ。そうだよ。押し殺せばいけるくない？バーカ。押し殺すなよ。何を押し殺すんだよ。押し殺すんだよ。バーカ。やだもん。関係。バーカ。なんだこいつ。なんだこいつ。なんだこいつ。シンプルに悪口言ってる人だったの。なんか告白するだけただし。まあ確かに。ただだよ。ただだけどね。傷つくの自分じゃん。ほら。なんでそんな振られる前提で話してるの。そうだそうだ。ネガティブすぎた、ちょっと。